さあ改めまして皆さんこんにちは。ハイパーヨーヨーフェスティバルウェルブスプリングようこそお集まりくださいました。いやすごいですね、今日も1回、2回、3回とね、それからまたあの文化会館の方でもやってるんですけれども、皆さんのハイパーヨーヨーの熱い思いが伝わってきます。今日はハイパーヨーヨーのお祭り、ハイパーヨーヨーフェスティバルということで皆さん楽しんでいきたいと思います。さあこれよりこのステージでは最高にクールなハイパーヨーヨーのステージを行ってまいります。皆さんもね、ハイパーヨーヨーを楽しんでいらっしゃると思いますが、 JYYA 日本ヨーヨー協会公認の本格競技用ヨーヨーでもあるハイパーヨーヨー、テレビ、コロコロコミック、インターネットなど様々なメディアで紹介され話題沸騰中、スピナーと呼ばれるハイパーヨーヨーをプレイする人たちが日本中でどんどん増えてるんですね。もう今一番熱いホビーと言っても過言ではないと思います。さあ今回はそんなハイパーヨーヨーの公式大会スピナーズカップ、おなじみのロングスリーパークのファミリークラスのステージを行っていきたいと思います。日頃の練習の成果を発揮するチャンスということでね、ぜひ皆さんにはこれから登場するスピナーに大きな拍手声援を送っていただきたいと思います。さあそして本大会の解説はこの人にお願いしたいと思います。ヨーヨーファクトリートップスピナーのシュンです。お願いします。はい、お願いします。はい、皆さんお客シュン。いや今日は旬のコスプレの子もいたりしてね。ちょっと見てないですね、まだ、まあ、まだ見てない、はい、ちらほら聞いてるんですよ ね。いやすごいよね、はい、もうなんかこう一つの現象になりつつあるよね。どんどん増えるといいですね。ねそうだね、はい、というわけで今日はね親子でのこのロックスリーパー大会届けていきたいと思います。さあ改めまして、この大会はご覧のようにスピナーズカップロングスリーパー部門ということで、皆さんロングスリーパーっていうトリックご存知でしょうかね。まあ、ハイパーヨーヨーの基本的な、あの基本中の基本、このように投げ下ろしたストリングの先でヨーヨーが空転スリープをする、これがロングスリーパーなんですね。まあ、ここから応用していってさらに高度なトリックにも発展していくという、はい、ベーシックね、はい、このウォークザドッグとかね、いろいろありますけれども、今回はファミリーでこのロングスリーパーの回転時間の長さを競っていただきます。一番長くスリープさせた人たちがチャンピオン。非常にシンプルなルールです。はい、使う機種選びが非常に大事になってきます。ハイパーインフィニティというレッジでいくらでも回り続けるもの以外は、あれはもう90分回ってしまうあれはダメですね、はい、本当にあのタイプスケジュールがはちゃめちゃになってしまいますよね、はいはい、それ以外は何でも使えますからね。はい、よろしくお願いいたします。そして気になる商品なんですがこちらです。おこれはつい最近出た、ね、ソニックブレスのダンカンの最新機種、もう初心者から上級者まで人気大爆発のね、うん、ソニックブレスのゴールド、シルバー、ブロンズバージョンがもらえちゃう。大したもんだ、おりゃ誰がもらえるか、ゴールド、そうなんですね、はい、ゴールドの行方、これを皆さんには見届けていただきたいと思います。それでは早速参りましょうか。予選を勝ち抜いた3組のスピナーに登場してもらいましょう。皆さん盛大な拍手でお迎えください。それでは決勝ラウンド進出スピナーステージへカモン。はい、拍手。はい、登場していただきました。まずは予選第3位大園大成君、竹尾さん、そして予選第2位は加藤明君、勝也さん、そして予選第1位は須藤空馬君と玉尾さんとなっております。さあそれじゃあね、この3組の皆さんに簡単にお話を伺っていきたいと思います。まずは大園さんファミリーの大成君です。決勝戦来ましたけれども、今どんな気持ちですか？1年になりたいです。1年になりたいね。自信は？まあまあです。まあまあね、まあ、こうやって言う子に限ってすげえあるんだよね。だからね、1分超えちゃったりしちゃうかもね。テスト前にあの勉強してもらってよっていうような。さあ、竹尾さんです。緊張しませんか？大丈夫ですか？緊張してます。お客さんたくさん詰まってますからね。ちょっとじゃあ意気込み聞かせてください。はい、子供の足を引っ張らないように頑張ります。はい、頑張ってください。でも結構皆さんね、このお子さんの足を引っ張らないようにってことをおっしゃるんですけどね、はい、なかなかどうしてお父さんも向きになって頑張っちゃってすごい多いですよね。お父さん同士のライバル関係とかありましたよね、なんかね。隣の家族には負けたくないんだ。ありましたよね。さあ、続いて加藤明君です。意気込みを聞かせてください。絶対に1位を取ります。おー、OK、すごい自信。毎日どれくらい練習してますか？ハイパーヨーヨー30分くらい。まあでもコツコツ継続してね、はい、頑張ってくださいね。はい、続いて勝也さんです。意気込み聞かせてください。
頑張りたいと思います。達也さんも一緒に練習とかされてるんですか？5分ぐらい。まあまあまあ、それでここまで来ましたからね、優勝目指して頑張ってください。ありがとうございます。はい、加藤さんファミリーです。続いて須藤さんファミリーです。風磨くん、予選1位で通過したね。はい、自信はある？まあまああります。まあまあある、ね、ちなみに好きなトップスピナー誰ですか？隣、青い人がいる、青い人がいる。正直に答えよ、正直に答えてよ。なんか追い詰めちゃってるみたいな感じ。これやめよう、これやめよう、やめよう。自分も嫌がらせたら怖い。さあ、ちなみに、毎日どれぐらい練習してますか？30分ぐらい。ね、まあ、いろいろなこう遊びをね、やったり、うん、まあ、忙しいですから、小学生さん、ね、勉強、勉強ね。え、はい、でもね、予選1位ですから、頑張ってください。はい、さあ、続いて玉尾さんです。大丈夫ですか？緊張してませんか？してます。してますと、ちょっとじゃあ意気込みを聞かせてください。失敗しないように頑張ります。はい、頑張ってください。皆様、それでは今一度この3組のスピナーに大きな拍手お願いします。さあ、このロングスリーパー部門なんですが、もう3組同時に行っていきます。それぞれ、各ペアごと1人ずつ前のトークボックスに入っていただいて、チャレンジをしていただきます。もう一発勝負ですから、集中して、ね、頑張っていただきたいと思います。さあ、金色に輝くソニックブレス手にするのは一体どのファミリーなんでしょうか。本日ハイパーヨーヨーフェスティバルロングスリーパー部門のチャンピオンが決定いたします。それではジャッジを担当する JYYA のスタッフの皆さんも準備お願いします。皆さん大きな拍手でお迎えください。さあ、ご覧いただいている皆様に、ね、1点ご注意なんですけれども、この大会終了後のジャッジの裁定に関する異議申し立て、これを受け付けいたしかねますので、ご了承いただきたいと思います。それでは改めてルールの確認をいたします。はい、チャレンジャーの皆さんも観客の皆さんもよく聞いてくださいね。まずはこれはロングスリーパーです。認定の基準があります。3秒以上スリープ、そして最後にきれいにキャッチをして初めて成功となりますからね。これが大前提。もしライバルが早く終了したといって自分も早めに終わらせたとしても、自分のヨーヨーが3秒以上スリープをキープできていなかった場合にはロングスリーパーがそもそも成立しませんので、記録なし、失格になってしまいます。注意してくださいね。はい、さあ、そして禁止事項があります。まずは指に引っ掛けながら投げるシャーク投げ。はい、シュー君が今デモンストレーションしてくれております。シャーク投げ、それとかストリングを指でつまんだり1秒以上指にかけること。はい、ダメです。ストリングを指や手に巻くこと。はい、注意してくださいね。投げた後に体を回転すること、ね、力が入っちゃうとこういうこともあるかもしれませんが気をつけてください。バインドキャッチ、ヨーヨーは必ず投げ下ろした時の回転力で戻してくださいね。はい、その他にもジャッジやスタッフが不正とみなしたプレーをしてしまいますと失格になってしまいますからご注意ください。そして足元にありますトリックボックスに入ったら本番ですから、試し投げは必ずその外で行うようにしましょう。チャンスは1回だけです。投げ下ろした時点でロングスリーパーが成功しなければ失敗、記録なしとなってしまいますから、皆さん集中して頑張っていただきたいと思います。そしてタイムは JYYA 公認のジャッジが計測をいたします。2人の合計タイムがそのファミリーの総合成績、例えば1人目が15秒、2人目が18秒であればそのペアの成績は33秒、この合計タイムで争われます。はい、さあ、それでは早速スタートしていきたいと思いますので、ペアの中で順番を決めてください。今日はね、予選もたくさんの方に参加していただいたと思いますけれどもね、はい、それで予選を勝ち抜いて決勝まで、はい、来ましたから、はい、さあ、もう順番決まりましたか？準備が整ったら、ではトリックボックスに進んでください。こう見るとね、やっぱりヨーヨーファクトリー率が高いですね。全員ヨーヨーファクトリーなんですよ。あ、よかった、シュン君に出てきてもらってよかったよ。そうです、そうなんです。はい、頑張りましょう。 OK、 それでは準備が整った模様です。じゃあ僕のキープヨーソウルという掛け声に合わせて投げ出してください。参ります。スピナーズカップロングスリーパーも決勝戦1人目、キープヨーソウル。さあ、全員力強く投げ出して、はい、さあ、全員いい感じにまっすぐ投げられてます ね。スリープ安定します。さあ、さあ、おお、
1分超えの試合も出てきちゃうんですかね。こう駆け引きをしてね、ヨーヨーの回転力が弱まって隣を見るんだけれども最後キャッチできないといけないですからね、そのあたりもこうヨーヨーとのアウト呼吸っていうのもあると思うんですけどね。ステージ上非常に1人目キャッチ、絵面は地味なんですけれども熱い戦いが繰り広げられております。はい、長く回転させ続けた人たちが勝者となりますよね。さあ、2名残ってますが、粘ってますね。お父さんとお母さんです。回転力がまだまだあります。ありそうですね。あれもちょっとギャラクシーフライが、おっと、あー、これはバット、スワップキャッチミスですね。さあ、お父さんどこまで記録を伸ばすか。さあ、キャッチもしなければ成功ではない。さあ、どこまで伸ばすか。さあ、キャッチ、ジャッジ OK、 ありがとう。さあ、1人目終了いたしました。ジャッジの皆さん、記録を書いてチャレンジャーの横に発表のスタンバイをよろしくお願いします。早くね、親子でのね、この表情とかもね、非常にドラマがあるんですよね、このスリーパーね。はい、さあ、それでは1人目の結果、出た模様ですので見てまいりましょうか。まずは大園大成くんの記録からお願いします。32秒87、見事、すごい30秒超え。はい、そして、加藤勝也さんでしたね、チャレンジしていただいたのは、記録お願いします。1分11秒19、1分超え、わー、さすがですね。さあ、そして須藤珠緒さんの記録お願いします。さあ、これは記録なし、これ最後キャッチミスがねできなかったので、でこういうことがあるんですよね。はい、はい、いや、しかしね、まあ、惜しかったですよ、記録は非常に伸びてますからね、うん、はい。さあ、それではペアチャレンジ、交代してください。さあ、準備できたらトリックボックスへ。さあ、このね、親子の間での信頼関係というかね、普段は注意をしているこうお父さんお母さんがごめんねってこうやる感じがね、ドラマがあるんです。さあ、それではジャッジの皆さん、準備はよろしいですか。 OK ですかね。チャレンジャーの皆さんも大丈夫ですね。では参りましょうか。スピナーズカップロングスリーパー部門決勝戦2人目、せーの、キープヨーソース。さあ、2人目今回もヨーヨーファクトリー、はい、風磨くんはお母さんの分も頑張りたいという、おう、はい、さすがだね、こうやって成長していくんだ、はい。いや、でもね、これいい勝負になりますよ、きっと。そうですね、決勝戦に来るだけはあります。おっと、ちょっとキャッチ。さあ、非常にこう緊張してるとおっしゃってたね、お父さんが横伸ばししてます。キャッチ。さあ、どこまで伸ばしていくか。安定してますよね、そうですね、スリーが、うん、もうヨーヨーにしか目がいってないね。おっ、キャッチ、オーケー。さあ、2人目のチャレンジも終了いたしました。さあ、どういった結果になったでしょうかね。はい、親子で楽しんでいただけるっていうね、これもハイパーヨーヨーの魅力の一つです。はい、それでは記録が出た模様ですので見ていきましょう。まずは大園武雄さんの記録お願いします。36秒76、見事、続いて加藤明君の記録です、お願いします。52秒41、もうちょっとで1分、素晴らしい、はい、続いて須藤空馬君の記録お願いします。28秒27、お見事。さあ、そしてここからは各ペアの合計タイム、今集計をしております、発表しますからね。じゃあ、各ファミリーは真ん中でちょっと寄っていただいて、一緒に前の方でね、スタンバイしてください。皆さん頑張りました。はい、はい、やっぱ普段と違って力みすぎてヨーヨーがまっすぐ投げれなかったりして、ね、しかも大勢の人が見てるから、そうですよ、本当にこれだけのね、お客さんの前でプレーするっていうことだけでもね、立派なことだと思います。それはもうトップスピナーでも緊張しますからね。あ、やっぱ緊張するし、もちろん僕毎回一発目ですからね。あ、そうだよね、はい、緊張します、
そうだよね。いや本当に立派です。さあ集計が終わりました。終わったようですね。このハイパーヨーヨーフェスティバル12スプリングロングスイーパー部門のチャンピオンは一体どのファミリーに輝くのか、では見てまいりましょう。まずは大園さんファミリーの記録をお願いします。合計1分9秒63素晴らしい。続いて加藤さんファミリーの合計タイムお願いします。2分4秒40。わお、フェスティバルだけありますね。フェスティバルだね、スリーピングフェスティバル。さあそして須藤さんファミリーの記録お願いします。28秒27頑張りました。ということはこのハイパーヨーヨーフェスティバル12スプリングスピナーズカップロングスリーパー部門チャンピオンは加藤さんファミリーおめでとう。さあという結果になりました。じゃあね、ちょっとお話を伺っていきたいと思います、はい、まずは3位になりました須藤さんファミリーから、くんまくんいかがでしたか。悔しいです。悔しいね。でもまたあの練習して頑張ってくださいね。次の大会までに。なんだって予選1位だからね、実力あるからね、はい、またね、フェイスブックの大会とかも参加してみてください。はい、3位は立派です。はい、じゃあ玉尾さんです、いかがでしたか。悔しいです。ですよね。いやでも皆さん見られる前でね、結構緊張しました。はい、はい、いやでもまた練習をして次回の大会もぜひチャレンジしてみてください。はい、3位は立派です。皆さんお拍手、ありがとうございます。はい、続いて、大園さんファミリーですね。さあ大成君、決勝戦やってみていかがでしたか。1位にはなれなかったけど、うん、頑張れたので良かったです。ねえ、ロングスリーパーは結構好き。はい、はい、またじゃあいろいろフェイスオフの大会とかもね参加してみてくださいね。はい、はい、おめでとうございます。さあ武雄さんです、いかがでしたか。はい、まあ、緊張しましたけど、はい、一応あの子供の足を引っ張らなくてよかったです。全然もういい記録が出たと思いますけどね。ありがとうございます。はい、また準優勝立派です。はい、またこれからも親子で楽しんでください。はい、大園さんファミリーでした。お客さんお願いします。そして見事優勝輝きました、まずは加藤明君おめでとう。1位になれたのでとても嬉しいです。ねえ、素晴らしい、自分の実力を発揮できた。はい、ね、またいろいろな大会もどん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 参加してみてくださいね。はい、はい、おめでとう。さあそして勝也さんです、いかがでしたか。はい、今でも足が震えてます。その割にはものすごいいい曲出てましたよね。はい、ね、よかったです、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。はい、皆さん今一度3組に大きな拍手をお願いします。それでは表彰に移りたいと思いますので、1位のスピナーを中心に整列をお願いいたします。そしてプレゼンターのトップスピナーにも登場いただきましょう。皆さん大きな拍手をお迎えください。はい、それでは商品の贈呈です。3位のペアにはゼロより症状並びにソニックブレスのブロンズバージョンと通常のソニックブレスが贈られます。はい、おめでとうございます。続いて準優勝ペアにはタイガより症状並びにソニックブレスのシルバーバージョン、そして通常バージョンのソニックブレスが贈られます。おめでとうございます。そして見事優勝しました加藤さんファミリーには周囲よりまずは症状、そしてソニックブレスのゴールドバージョン、はい、そしてソニックブレスの通常バージョンと王者の証スピナーズカップが贈られます。はい、トンブラチュワイショーのおめでとうございます。皆さんお客中。さあそれでは続いて記念撮影に移りたいと思います。皆さん中央に寄って正面のカメラ見てくださいね。ね、みんなベストスマイルで緊急予想でいきたいと思います。よろしいですか。いよいよ出してね、笑顔でいきますよ。せーの、キーヨーソー。 OK です、ありがとうございます。皆さん上位入賞した3組に今一度お話をお願いします。
さあ、というわけで以上をもちましてスピナーズカップロングスリーパー部門ファミリークラスを終了いたします。ご参加いただいた皆さん、そしてご声援いただいた皆さん、最後までどうもありがとうございました。こうやって、親子でもね、楽しんでいただけるっていうのはハイパーヨーヨーの魅力の一つだと思いますので、ぜひご覧いただいている皆さんもお家に帰ったら、お子さんと一緒に、またね、お父さんお母さんと一緒にロングスリーパー合戦なんかね、楽しんでいただければと思います。さあ、それでは、この後もね、またいろんな大会がありますけれども、最後はこの言葉、皆さんと一緒に決めて終わりたいと思います。はい、Keep your soul、なじみですね。ヨーヨー愛する気持ちを忘れない、失敗しても決して諦めない、こんな気持ちが込められます。会場の皆さんもぜひ一緒に合わせて、ヨーヨー持ってる子はヨーヨー出して、ね、父さんお母さんも恥ずかしがらずに元気よく、今日はヨーヨーのお祭りですから、ね、皆さんで盛り上がっていきましょう。はい、いいですね。はい、2回3回の方もよろしくお願いしますよ。では準備はいいですか。元気よくいきましょう。せーの、Keep your soul。 ありがとうございました。上位入賞者の3ファミリーに皆さん、今一度音楽中。そして登場いただいたトップスピナー、まずはダンカンのゼロ、ヨメガのタイガー、そして解説もお願いしました、ヨーヨーファクトリーシュン、司会は私、中田雄一でした。また次のステージでお会いしましょう。バイバーイ。